カラオケに行きたいな。今回、カラオケ、作っちゃいたいと思います。ありがとうございます。あーっつったらもう、ボロンですから。いやーいやー頑張ってください。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 何度も、高まる愛の中、変わる心情の中、どうも、はだこです。今日はね、ということで、はい、今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、Twitter、インスタのフォローもよろしくお願いします。ということで、今回の企画なんですけども、ちょっと今ね、日本がこういう状況で、不要不急の外出は控えようと。ステイホーム。都知事さんも言ってましたね、あの、ヒカキン様とのコラボ動画で。とにかく、今僕たちにできることは、家にいましょうっていうことなんですよ。だが、しかし、僕はもう皆さんもそうだと思います。家にいたらね、ずっと学校もなくて暇だなって、家にいるのもそろそろ飽きてきてる頃かと思うんですけど、やっぱね、僕もずっと家にいますとうずうずしてくるわけですよ。で、やっぱり僕が一番カラオケに行きたいなっていうのが大きくて、どうしてもカラオケが行きたい。でもやっぱり今ステイホームということで、ステイ、ということで、やっぱりでも、いやーでもカラオケ行きたい。いやでもステイ、いやーカラオケも捨てがたい。ステイ、も大事。うわー、今回、カラオケ、作っちゃいたいと思います。ありがとうございます。作っちゃいます。今回作っちゃいます、カラオケ。じゃあもう早速作っていくんですけど、まず、用意したもの、こちらです。まずマイク、もうカラオケと言ったらこれがないと始まらない。で、次これですね。このセロファンシ、なんか透明のあのシートなんですけど、赤とかこう赤、緑、青、黄色、透明ってこう何色か入ってるんですけど、これとこれを使ってちょっとカラオケっぽいもの作ります。で、次はこちら、このライトですね。やっぱりカラオケといったら暗い中からこうライト、いろんな色のライトが必要ということで、このライトと、あとはステイ、さあ行くぞ。では早速作っていくんですけど、まずこれ、この丸いやつにこう丸く印が書いてあるんですけど、これをカッターで切り抜きます。で、ここの切り抜いた場所にさっきのセロファンをかぶして、こっからライトを当てることによって赤だったり青だったりっていうライトの色を出せるんですよ。それカラオケっぽいでしょ。これ絶対必要だと思って、とりあえずくり抜いていきます。うわ、時間かかりそうだな。これ皆さん、こういうカッターとか使うときは本当に気をつけてください。あの、指持ってかれちゃうんで、ちょっと間違ったらあーっつったらもうボロンですから、その指はもう帰ってきません。それぐらいの覚悟で。で、気をつけて、皆さんもぜひね、お家でカラオケとかやってみてほしいんですけど。来ました。いやーいやー、こうしていくって感じですね。これでもちょっといろんな作業あって、一人じゃ時間かかっちゃうんで、助っ人呼びたいと思います。助っ人カモン！本当に来ていただきました。元 NBA 選手、森本と、メスブタドラム担当、この葉でございます。ありがとうございます。一緒にね、手伝ってもらって、早く進行していきたいと思います。いや、ちょっと勝手に回さないでほしいわ。さすがに。俺こうなっちゃうから、勝手に回しそうなとかやめてほしいわ。じゃあもうこれ次貼っていきます。ここにどんどん。っていうのは任せます。全部。僕たちはやっぱり器用なことが苦手でして、やっぱり全部任せた方が、結果うまくいくんじゃないかということで。頑張ってください。頑張れ！頑張ってください。頑張っ！頑張ってください。頑張っ！頑張ってください。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 はい、ということで、完成いたしましたー。こちら、こんな感じで、できたのと、あとこれと、これで、音も鳴らしていきますよ。マラカス、でも家にないから、家にあるもので、ちょっといいですか？じゃあ早速、ライト照らしてみます。
照らしてみましょう。これでなんか全部同じ光の色とかだったらちょっと大失敗になっちゃうけど、まあそれもそれでね。電気消します。じゃあ一旦これでこの電気をピカンとつけて、では緑から、せーの、ドン。おお、あきた。黄色。おお、赤。おお、そして青。おお、だからもうこういうことですよ。ここに立って一人がここを回すの。下ほら、いろんな色で回りますから。見てこのカラオケ感。これでもう音楽流れてマイク持って歌ったらもう完全カラオケよ。来ました。ここが僕のハダザースカイ。見つめる景色のその中に君が入ってから変わり果てた世界はいつも切なくこなした日々の真ん中、不思議な引力に逆らえず崩れてく。 I love なんて言いかけてはやめて。 I love I love何度も高まる愛の中、変わる心情の中、燦然と輝く姿はまるで水槽の中に飛び込んで溶けた絵の具みたいな。イレギュラー、普通のことだと届ける君、言いかけた I love その続きを送らせて。森本選手によるさよならエレジーです。僕は今ムクチムクな空を見上げている。吐き出した孤独という名の雲、初めてのキスを理解してほしくて、愛が僕に噛みついて離さないと言うけれど、私は必ずずずずずずさよならさえもうまく言えなそうだから、歌い振る代わりに抱きしめてみたよ。もうラブバイ、それじゃ僕にとって君は何、答えはわからない、わかりたくもないのさ。ただ一つ確かな君は綺麗だ。公的なさらばこんな時君の愛してるが聞きたいよ。それに割れてしまった目玉やついてないな。とりあえず